そのくるみ。え？いや、なんでもない。前にどこかで見たような気がしただけだ。別に珍しくないんじゃないですか、こんなくるみ。俺も平和ボケしちまったのかもしれねえな。スリだ！誰かそいつを捕まえてくれ！え？たまには面白いことも起きるじゃねえか。ん？あれ？サンシャイン？どこ？こっちだよ。そんなもん持って危ないでしょ。早く降りてください。ったくもう。何の騒ぎだ？ん？弟を捕まえようとしてんのよ。大げさだな、そんなチビ相手に。ほう、だったらあんたがやってみなさいよ。お安いご用だ。よいしょ。おやー、言わんこっちゃない。なんだ、待て。うわうわっ、さ、待て。うわなんだなんだなんだ、またチンピのやつか。よう、ここに人が倒れてら。ナム、あれおかしいな。こら、チンピ、あの扉おととい直したばっかりでしょ。今度は何を作ろうとしてたのよ。自動ハエ取り機。おやおや、また派手にやったの。俺たちの中に一人兄弟じゃないやつがいるかもしれないってか。うん、でもそれが誰かまではわからないのよ。三少が偶然彦六さんのとこで聞いてきた話だから今一つはっきりしなくて。彦六、偶然わからない。油断するなよ、七味。ああ、来やがった。うわっ、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 どうしたの。見りゃわかんだろ、お客さんだよ。さすがに踊ってもらったって強えぞこいつら。うわっ、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 お前に兄ちゃんって呼ばれるのは物の弾みよ。墓参りの旅か、それは母親たちも喜ぶことであろう。できることならわしも一緒に行きたいものじゃ。それぞれ思い出深い土地ばかりじゃからの。ですから心配なのです。あちこち歩き回っているうちに父親の正体を知られてしまう恐れが。心配な、わしの変装は完璧じゃった。ある時は影のある旅芸人、またある時は陽気な小僧、そしてまたある時は第八代将軍奥川明光。しかしその実態は、なたねはと幸せにします。安心してください。いや、ちょっとちょっと、結婚の挨拶か。俺たち兄弟が菜種を必ず守ります。だから安心してください。はい、挨拶終わり。行こう。おう。七味か、どんな弟かな。やってしまいなさい。どいつもこいつも使えねえな。好きな女の前では負けらんないってか。そうだな、お前みてえな最低最悪の男にはな。ガキが
ハハハハ。